の部分が、今ワンオフで QRP で成形しているダクト部分になります。ここから、スーパーチャージャーの方につながっていきます。そして、こちらも今これ段ボールですけれども仮に作っている状態です。こちらに、電動ファン取り付けになります。このため、配線も今まではこちら側を通ってたんですけれども、これがあるためにもう通らなくなりましたので、ここ、本を打ち出すためにこちら側に配線を通しています。本の位置も変えて、配線の位置も変えてあります。こちらが、今回使おうと思っている電動ファンです。電動ファンの取り付けして作っています。素材は FRP の板です。この板を加工して作っていきます。先ほどの QRP の板を、加工してこのような形で今乗っかってるだけの状態です。まず、スーパーチャージャーが当たる部分は削られています。でここはインテークのマニホールドの部分が出っ張っているので、インテークじゃないか、少し、板に膨らみを持たせていて加工してあります。これで、まっすぐに板が乗るようになります。でファンを乗せる土台が出来上がってきました。昨日の板がここの板になります。でこの上にこういう形でファンが乗ります。先ほど製作していたファンを乗せる土台、こういう形でファンがつきそうな具合です。今蓋がされました。電動ファンボックス、だいぶ形になってきました。こちら裏側です。ここにファンが入って、ネジ部分ここでこう止まるようになります。で、形的に言うとこのような形です。FRP のつなぎ目も、止まってきてます。でここから配線が出るような感じ。アダプト完成しましたので、ここから材の巣穴を埋めるためにパテを入れていきます。逆側は今もうパテが入り始めています。パテで巣穴を埋めた後もう一度サルサを入れて形を成形します。
レーサーの青に合わせてファンの土台を作っていきます。キャリパーとローターの色は異なっているので、こちらのローターの色、合わせて塗装していきます。ではエンジンをかけて D レンジ入れてみたいと思います。お願いします。スーパーチャージャーカモ、大事なのは、このブレーキのリザーバータンクに、あまりクリアランスがなかったので、エンジンの動きがギリギリになりますので、このカバーが当たらないように、作成しました。もう一回お願いします。今ギリギリ当たってない状態ですね。ベルファイアが組み上がりました。外観から見ていきたいと思います。こちらにダクトがついているんですが、外観パッと見はあまりよくわからないかもしれません。ではボンネット開けてみたいと思います。ダクト部分は、グリルの上のカバーで、ほぼほぼ見えない状態になります。こちらが電動ファンが入ったカバーです。で、作業を一通り完了となります。